あの辺の全部ボコブリの見張り台っすか？え、何にも立ってない。え、何、錆びれたの？何かしら錆びれたの？大丈夫？全然矢がなかった。なんかあっこ狙ったらさ、コログの妖精とか出てきそうやん、めっちゃ。めっちゃかどうかわからんけど、怪しげな場所には何かしらあるってね。きっと。そこの狐ずっとおるね、なんか。ん？あっち側にも、ボコブリンか、あれは。狐。よし、獣肉獲得。あのボコブリンたち何しようんやろ。あ、晴れた、晴れた。よし、目的の塔はどこ？あ、果ての村あんなとこにあるんや。結構走ってきたんやね。そう考えたら。あれか。あ、なんだ、こっち側から行ったら結構普通に着きそうじゃない？こっち側からやったら登れるかな、あんな高いとこ。頑張りゲージ絶対足りんよなって思ったけど。でもってさ、あそこにまたなんかのっしのっしと。のっしのっしと。超絶強そう。お、なんか鼻ヒクヒクしよるけど。ここ登ってったら多分さ、速攻おるよね。あ、向こう側行きよるし。向こう側行きよるし。ちょ、待って、こっちの上登ろうかな。危険回避。ん？走ってきてないよね、こっちの方。危険回避。よしよし。あそこで一回ちょっと休めると思う。この段差のとこ。今何時よ？夕方の5時。よしよし。あ、ここ駆け上がれる。お、なんか馬がいっぱいおるけど。ここはちょっと平和っぽい感じかな？ふんふん。なんか木陰で一休みしてるんですけど、全然平和じゃねえ。全然平和じゃねえ。てか気づかれてないんや。ちょっとびっくりなんやけど。あれは一体なんていう敵？名前がちょっとわからんけど。うお、びっくりした。なんか敵の住処かなとは思ったけど、若干。マジかよ。馬乗りボコブリンおるやん。馬乗りボコブリンおるやん。おい、こら。あの辺のもじゃあ馬乗りボコブリンってことかもしや。うお、来た。うわ、超殴られた、視聴転がった。てや。縦効かなくね。縦の意味。よし、足元を。そして、ボココンボを壊れた。畑のクワでいっか。やっつけた？イエーイ。なんか超転がり落ちてったよ。ボコバットゲット。あ、この辺のって壊せるやつやねん。よし。この辺の思うんやけどさ、壊して出てくる鉱石とかって高く売れるんじゃないかな。なんか、素材とかに使ったりするんかな、もしかして。置いといた方がいい？でも何も使い道がないんならね、多分。鉱石って高く売れると思うけん、売り飛ばしといた方がお金になる。そして早く持ち家が持てるようになるっていう。お、余裕やね。そして上に誰かおったりせんよね。あ、よかった、鳥ぐらいしかおらんわ。ん？あれはボコブリンだな。ボコブリンってどこにでもおるよね。あら、キツネ。くそう。ちょっと食料になるかなと思ったのに。てか、なんなん？ボコブリンと、うお、なにこれ、罠？そんなのあるんすか。
ちょっと見えてなかった。なんちょっとここ罠だらけ。そして食料。畑の具は壊れたやん。ちょ待って、マグネキャッチじゃなくって、ここば、果ての塔、果ての塔、果ての村の近くにある塔やけんかな。なんかあれやね、こっから祠のあの青い光、あれ多分祠の光よね。だいぶ見えるね。え、これ罠じゃね。こっち側移動せんといかんの。上の方を見てから登り始めた方が良かったってことかな。ねえ、じゃないとこういう横移動とかね、無駄な動きが増えたらなんか、頑張りゲージが足りなさそう。ほら、一個目の、一個目のなんていうん、これ足場？足場に着くまでにも結構時間がかかってますけど大丈夫かい？あ、ギリギリ、超ギリギリなんですけど、ほら。よいしょ。すげえギリギリだよ。あれ、ボコブリの集落。なんかあっちの、あの崖の上の祠もちょっと気になっとんよね。あの、果ての村に来るときにさ、多分通り過ぎてきたとこなんやけど。どうこれ、いけるかな。結局上の方見たところでよくわからんかったんやけど。見たところでよくわからんかった。あ、でも次の足場近いや。じゃあまあ大丈夫かな。次どうしよう。あっこの祠行こっかな。とりあえずなんか地道にいろいろクリアしていった方がいいよね。なんかちょっと今さ、マップも全然広がってないし。全然見えんけんね。何にも。ん？次の足場はあっち？こういうの早めに判断して移動してった方がいいよね。あ、でも結局移動距離はそんな変わらんのか。あっこの火山にもなんかありそうな感じするけど。なんかね、行ける場所が多すぎてさ、どこに行けばいいんかよくわからんくなってくるよね。これどうやって上がるの？こっちか。この下に若干下がる動きちょっと邪魔やったかな。いや、でもたどり着けるか。大丈夫？ギリギリ？ギリギリっぽいけど、まあ行けるか。シュンってエレベーター式みたいな感じで上がれたらいいのに。ね。それぐらい楽にしていただきたいわ。ああ、上がれたー。まだ？もうちょっと？頑張って、リンク。ふう、来た。はい、ここで。シーカーストーン設置。設置？シーカーストーン確認しました。シーカータワーを起動します。やったね。なんかこの感じすごい制覇したって感じがするよね。なんかあっこ赤い場所ある。あれ塔かな？塔じゃないわ。祠かな？何箇所か今見えたよね。よし、これでここにワープができるように。そうよね、ワープ地点も増えるんよね、塔クリアしたら。周辺情報の入手を開始します。さあ、これでマップが広がる。はい、来たおおお、だいぶ増えた。なんか一個の塔を制覇しただけでさ、地図がめっちゃ広がるよね。あ、でももうすでに果ての村行ってるし、私。ほい、完了。ほんで、次に目指す場所。あの辺なんかあるんかな？何かしらありそうな感じするけど。は。村？あれ、果ての村やん。なんかあるんかな？じゃねえわ。そっから来たんやわ。あっちの方は？まあ、あっちの方は特になんもないっていうか寒そうなとこかな、もしや。なんかこういう、多分さ、マップ広がったところでさ、村がどこにある、町がどこにあるとか、そういうのって出てないよね。もしかして近づいたら、あ、近づいたら結構わかるやん。あー、でもあれか。やっぱり村とかそういうのはわからんのか。
なんかさ、どこかしらの南の方にさ、あれなんか、どっかに恋愛成就のなんちゃらかんちゃらみたいな言わんかったっけ？あ、特になんか、そういうのは表示されてないんかな？ふんふん。果ての湾。果ての小島なにこれ？確実になんか何かしら降りそうな感じの島やね。うるしいけ。まあ、とりあえずはあっこ目出そうかな。あれなんやろ。ほこら？あ、ほこらだね。ん？手前になんかないあれ。ガーディアンじゃないよね。なんかちょっとよく見えんけど。あの上のやつは？うわ、あの上もほこらや。めっちゃあるやん。あそこはもう行ったところ？塔がある。青い塔が。まあ、青いってことは行ったってことやもんね。おし、じゃあとりあえず、ん？あれは何？え、なんでもないんかな？え、でもなんか何かしらありそうな感じの形しとるよね。まあ、とりあえず、じゃあ見える位置にある、あの、あ、びっくりした。あの祠を目指します。ここ下落ちる？あ、大丈夫か。はい、行きまーす。どのぐらいまで近づいていけるかな。とりあえず、ここの、ここの何？くぼみは越えられるかな。そんなに近づけそうな感じせんね。そんなに近づけそうな感じせんね。なるべく近づけたらよかったなと思ったんやけど。あ、でもなんかすげえ、平野が広がってる。この辺で一旦降りた方がいいか。この辺で一旦降りて、あっちまでまたここから飛んでいけるんやね。はい。着地。ほら、ここから。え？なんかさ、矢倉みたいなの立っとるよね。え、なんかこの辺の点々としてるやつ全部、ボコブリに。何？君らか。まあ、そうかなって感じやけどね。音的に。はい。あーに。お。なんだ、頭だけで転がってくる気か、お前ら。あの辺の全部ボコブリンの見張り台っすか？かもしれんね。え、何にも立ってない。え、何、錆びれたの？何かしら錆びれたの？大丈夫？お、何あれ？建物？なんかテントっぽいのあるね。罠かな。罠かな。こういうのってさ、アップにした時に敵はちゃんと映るの？そのスコープに。そういうのよくわからんけんさ。あ、なんかこの辺。え、この辺なんか超危険そうじゃない？なんかガーディアンの残骸みたいなのいっぱいない？ねえ、いっぱいありますよね、なんか。ええ、いっぱいありますよね。なるべくちょっと外側を回っていく感じにしようかな。なんか中心部通ったらいろいろと動き出しそう。いろいろと。今は AM3 時15分。ってことはまだ、朝方か。なんかさ、大量のガーディアンが目覚めてさ、なんか一斉に、うわ、びっくりした。めっちゃびっくりしたやん。何君らやめて、ほんま。ちょ、弓、あ、壊れたんか。壊れたんか。弓のやつ一番めんどくさいけん、ちょっと。何、素手君。素手なの？え、あんた頭ある？待ってて、あんたら頭ある？あ、すげえ。ガーディアンナイフすげえ、一発で切り倒した。ないよね。何立ち上がってんの？びっくりした。そんないかにもさ、頭まだありますけど、みたいな感じで立ち上がられても。うわ、びっくりした。ちょっといきなり現れるのやめようや。ビビるけんさ。ガーディアンナイフが壊れそうだ。そろそろちょっと武器が、
武器が少なくなってきたんじゃない？コログのうちは、コログのうちはって強いんかな。何あれ、あ、びっくりした、なんか動きうる気がした。特になんでもなかったわ。ちょっととりあえず、あ、ここ人おるんかな。あ、びっくりした、鹿か。うわ、またやん。ちょっとあれさ、どこまで届くんかよくわからんけん怖いよね。定期的に馬が、馬宿？違うよね。あ、馬宿じゃね？ん？馬宿じゃね？あれとは別の場所か。あ、馬宿って何？定期的に現れるの？こういう風に。へぇー。一箇所だけじゃないよね。双子馬宿。へぇー、なんだそれ。でも武器とかいろいろ手に入りそう。ちょっと待ってね。周りうろうろさせて。こういうのって中になんか、入っとったりとかは。壊れねー。壊れねー。はい。え、なんなの？壊れないの？結局何も入ってないし。薪の束。あ、そういえば薪の束も持ってこいって言ったよね。松明。あ、リンゴ。ちょ、食料いろいろもらっていくけどいい？よいしょ。はい。そして、この辺武器になるんじゃないの？畑のフォーク。これ持ち上げれそうやね、この岩。何もいなーい。そう、なんかおると思ったのに。人が歩いてくる。しかも、ここらの方向から。おお、なんかいっぱいおるね。ここで一旦料理しとこうかな。マックストリュフ、マックストリュフを手に持って、はい、料理。体力が限界を超えて回復するらしい。どうよ。マックス串焼ききのこ、限界を超えてハートが回復する効果。きのこの風味が香るシンプルな串焼き、カラフルな見た目が食欲をそそる。これ限界を超えて回復するっていうのは、その後もずっとハートは増えたまんまあってくれるってことかな。じゃないとね。じゃないとね。マックスラディッシュも、料理しとくか。料理っていうかさ、なんか一種類のものは私ポイって入れるだけなんやけどね。マックス焼き山菜。でもまあいろいろできるけんいいか。限界を超えてハートが回復する効果。一番簡単な野菜料理。フレッシュな野草をさっと炒めた一品。一番簡単らしいよ、これ。ハイラルバス。剣台、鎧ガニ。鎧ガニはあれか。ここは？これを隠し味として使うわけか。なるほどね。他は？鶏の卵。料理の材料に最適。あー、リンゴとかも焼いといた方がいいんかなって感じするけど。鎧だけ。ハイラルだけ。この辺のちょっと。ほいっと。めっちゃ鼻歌とか歌いよりやん。串焼ききのこ。きのこの風味が香るシンプルな串焼き。カラフルな見た目が食欲をそそる。カラフルって食欲そそるか？なんか逆に食欲なくなりそうやけど。ヘイ。誰？あのおじさんか。どうもどうも。双子馬宿へようこそ。どうです？ここはいい場所でしょう。こう見えてもこの辺りも大災厄のせいで昔は崩壊寸前だったらしいですよ。こう見えてもっていうか、まあ錆びれてるけどね。でもここは双子山の恵みを受けているせいか、今ではすっかり元通りです。野生のまま戻ってきましたしね。おかげでやっと活気が戻ってきましたよ。ところでお客さんはこれからどちらへ？ここならかかりこ村か果ての村が近いですよ。その両方とももう行ったし、そこから来たんだ、なんならね。あれ、お客さん、ここに来る途中で馬に出会いませんでしたか？昔ほどではないにしろ、そこら中にいるんですけどね。野山にいる馬は野生の馬で、まだ飼い慣らされていない馬なんです。野生の馬を捕まえたら、兄のタッサレンに言えば、お客さんの馬として登録してもらえますよ。馬の捕まえ方は、うちの坊主たちが詳しいんで聞いてみてください。昼間はうちの馬の馬をしてますんで、この辺りの道案内でしたら、このフスタレンにお任せください。もういいよ。
見た目は元通りといえども大厄災の影響は色濃く残っています。そうだろうね。てかこれで元通りなら寂れすぎじゃね。ね、特に夜は魔物が多いですのでお気をつけください。だってその辺なんかガーディアンの残骸みたいなめっちゃおるけど。今日はシーバより早くオムさんのところに行くんだ。シーバ、あ、この子かな。シーバ、今日はダートより早くお馬さんのところに行くんだ。シーバとダート、何言ってんのこの人たち。それでさ兄さん、ラムダの財宝のありかなんだけどさ。ちょっと待ってブリセン、ラムダの財宝とは一体。お、え、双子なんだお前。俺らの話を勝手に聞いてんじゃねえよ。俺らはトレジャーハンターなんだ。大盗賊ラムダの財宝は俺らのもんだぜ。おいブリセン、喋りすぎだぜ。ごめんよ兄さん、つい。ここみんな双子ってことかな。とにかく俺たちは大事な話をしてるんだ。何か用があるなら他の奴らを当たってくれよ。全員双子やけん双子馬宿っていうんかな。へえ、なんかすげえな。でもあれただのお客さんやろ。え、何このおじさん、なんか裏に回ってきとんやけど。わ、すげえ歩いてくる。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。